毎度皆さんこんばんは、希望北武尊です。今日はね、大阪は難波に来てまして、後ろに見えるのが難波の丸い、これでここが高島やね。これで今日はどこ行くんやったら、あの裏難波の近くやねんけれども、まあ裏難波に行こうかなと思うんやけれども、まだどこ行くか決めてないね。ということで今日は難波で飲み歩きしてみたいと思います。ということで、ね、早速行ってみよう。ということで、今日はね、このあのちむどんっていう、ちむどんやね、ちむどんっていうところに、あの青木くんに連れてきていただきました。青木くんに連れてきていただきました。それで、久しぶりに、オリオンビール、ここね、ビール何枚飲んでもこれ100円らしいで。ということで、ビールいっとこう。バイバーイ。あー、普通さ、ビール言うたらスーパーぐらいあってん、スーパーぐらいあってんけども、これオリオンビールって沖縄のビールやんな。で、オリオンビールってちょっと薄口のビールやねんけど、たまに飲みたくなる味やねん。ということで、今日はちょっとしばらくオリオンビールで行ってみたいと思います。ということで、もう一回オリオンビール。あー、行ってもうた。ということでね、今日はあの何を頼もうか全然考えてないんだけど、あのとりあえずメニューはこんな感じ。ということで、これが突き出しになるんかな。突き出し枝豆でございます。いっとこう。うん、枝豆もうまいな。これで、さっき飲んだ、まだまだこれ100円ビールのオリオンビールでございます。あのね、スーパードレイもあんねんけども、たまにこのね、さっきも言ったようにこのオリオンビールのこの薄さっていうんかな、ほんまにね、ちょっとビールにしては薄いね、薄味のこのオリオンビール、ほんまにね、ビール飲んでる人は分かると思うけど、オリオンビールって薄いやんか。たまにこのビール飲みたくなるね。ここね、スーパードライとオリオンビールがどっちもこれ100円やから、どんだけ飲んでも100円らしいで。それでいっとこう。バイバイ。これがね、もずくのかき揚げ、うませえったろ。これいっとこう。うん、あの、ここちむどんさんやったら基本的に沖縄料理の店な、ここ沖縄料理の店らしいんやけども、この何ではもずくのかき揚げっていうか、もずくの天ぷらね、これほんまうまいな。前に何あれ、なんかの祭事かなんかで沖縄料理食べたけれども、もずこの天ぷらうまいもんな。うまいうまい。ほいで、沖縄ビールやからオリオンビールね。いただきます。うまいね。デートさんになったよね。つぶで、もずこの天ぷら、これこれ、天ぷらシャワーかき揚げやったから、名前はかき揚げな、でも天ぷらやねん。いっとこう。うん、うまい。これでまた新たに出てくるビール。
うまいね。これが豚の角煮ラフテーっていうのやろ。よう分からへんけど、あの豚の角煮やからね、うまそうやから行ってみた。うん、やらかい豚の角煮、うまいわ。メール、本日はオリオンビールでございます。ありがとうございます。うまいね。この豚の角煮にたっぷりからしつけてみた。うん、このトロトロの豚がもうほんまうまいな。あの普段さ一人晩酌で焼肉とかやってるけど、この豚の角煮みたいなんで煮込んだ料理とかってあんま食べてないやん。え、煮込んだ料理やった？やってないよな。あの焼き物とかさ、あのすき焼きとかそんなんやってるけど、このお前柔らかい豚がたまらんな。めっちゃうまいで、よだれ出てきたよ。これね、なんともいいね、このオリオンビール。これこれこれ、オリオンビールね。オリオンビール、今日はこのオリオンビール100円やから、飲みまくって10杯飲んでも1000円やで。そうで伊藤、うまいね。ということで、次はこのなんじゃこらピザいっとこう。これこれなんじゃこりゃってで、これつけたなんかね、こういうなんかタバスコチップっていうかな、なんかオイリーチックな、ラー油チックなやつつけてみたんやけど、こんな格好めっちゃ柔らかいな、もちもち生地。うん、うん、ほんまなんじゃこりゃ。パン生地でもないね。パン生地でもないんやけど、パン生地かな。でもややパン生地みたいなもんで、パン生地ほどもちもちはないんやけど、なんかパン生地にジャガイモが入ったような感じ。うん、なんか不思議な感じやな。うん、パン生地ではないんやけど、パン生地に近いようなもちもち食感。どういう意味やねんって、あのうまく説明できへんねんけど、今パン生地やねんけど、そこまでうわーふわふわやなーいう感じじゃないねん。だからそこにでんぷん気質なじゃがいもが入ったような感じの、ちょっとあのもちもち食感的な感じやな。分かれへんかったらごめんやで。すごいビール。はい、どうだ。ということで、これがなんじゃこらピザということで、ちょっとそのちゃんちゃんとこのね、あのラー油的なものにつけてみたけど、これほんま不思議な食感やわ。うん、ほんまピザ的な食感やね。でも、うん、パン生地のピザじゃない。どういうだいの。よくさ、あのコンビニさんなんかで売ってるあのもちもちパンあるやん、あそこまではパン生地じゃないね。でもなんとなくパン生地やなって言うんだけど、これがうまいこと言われへんねんな。あのまだまだあの食レポ の未熟というのかな。お前はもうずっと未熟やわ、だからそれまでけど、でももちもちやねん。でもほんまにうわパン生地のもちもちでふわふわやわって言うんじゃないねん。なんかそのちょっと余計なもんっていうかな、じゃがいも的なもん入ってる、なんかちょっともちもちからってる感じで、中途半端やねんな。でもうまいんやね。うん、うまいんやから、あのどうやねんって言われてうまい。
ここで豚のタンの大量食いいとこ。うん、やっぱり牛タンもうまいけど、この豚のタンの食感たまらんね。ほんま牛タン以上にコリコリするね。牛タン以上にコリコリするよね。牛タン以上にコリコリすんねんけど、牛タンより安いね。これほんまありがたいね。庶民の味方、あの豚のタン。ということで、オリオンビールいただきましょう。うまいね。庶民の味方、豚のタンでございます。うん、うまい。今日一応しちゃう。あ、でもラフテー、あの、豚の角煮、あれもうまかったな。あれもほんまうまいし、で、なんつうの、あの、やっぱ豚料理、豚の料理とほんまうまいな。で、あの焼肉いつも好きやねんけど、あの豚のタンの焼いてるやつ、あれはうまいね。たまりませんわ。デビル、うまいね。ということで、本日はこれはキムドンさんに初めて、この裏ナンバーちょこちょこ僕来てるんやけれども、ちょキムドンさんにお邪魔したの初めてやねんけどね。ここの売りは、今日は飲めへんかったんやけど、ほんまにね、さっきみたいにこの何の蛇口ひねったら出てくる焼酎、これが売りらしい、ね、それとここはね、どっちかって言ったら沖縄料理をメインにしてるらしいねん。だからね、今まで僕ビール飲んでた、あの普段やったらスーパードライなんやけど、今日ずっとオリオンビールやったよ。オリオンビールって沖縄のビール、沖縄のビールやんね。あのほんで料理もどっちかというと沖縄系の料理が多いんで、まだそういう沖縄料理とかに興味がある人はまた来てみてはいかがでしょうか。ということで、ね、本日もあの長々ご視聴ありがとうございました。ということで、チャンネル登録を見てない方はチャンネル登録お願いします。それでは方はコメント高評価お願いします。ということで、ね、もう一つよかったまでもう一つよかったら Twitter と Facebook、 それと Instagram のフォローもお願いしますね。ということで、さよなら。